ベンウィックたちが犬派か猫派かで大喧嘩してたんだけど、そこまでの問題かな。にゃんとのんきなことを言うておる。この世界にそれ以上に危険な対立はないわん。戦争の陰に犬派と猫派の争いありじゃよ。両者の間には浅いが埋まらぬ溝があるのじゃ。むしろ喧嘩で済んでラッキーじゃぞ。そうなんだ。みんなはどっち派なの？わしは迷うことなく猫派じゃぞ。魔女の使い魔は猫と昔から決まっておるでの。私は人間と共に規律ある生活ができる犬の方が好きですけど、猫も可愛いし好きですよ。ロクロは？しぐれが好きだったから猫は好かん。だが主君に尻尾を振る犬はもっと好かん。同感だな。餌と引き換えに芸を覚え、尾を振りすり寄り、やがては遠吠えさえ忘れていくのが犬だ。そんな言い方ないですよ。人間と一緒に暮らすために犬は歩み寄ってくれているんです。優しさですよ。だからアイゼンは猫派ってこと？リス派だ。妹と暮らしていた頃、近所の森にモフモフしたリスがたくさんいた。犬派か猫派かの話ですよ。どちらかで話をしてくださいよ。強いて言うなら猫だな。気まぐれでいて甘える時の愛らしさは妹を思い出させる。ベルベットは？犬よ。裏切らないし。お主が言うとシャレにならんの。ベルベットとエレノアが犬派、マギルーとアイゼンが猫派、ロクロウはどっちでもない派じゃから、某の一票がこの派閥闘争の私有を決するの。清涼の犬を卒業した某は今度はベルベットの犬になるつもりかい？そういうことじゃないでしょ。好きな動物がどっちかってだけの話なんだから。そんなに本気で怒っては某はもはや犬と答えるしかないではないか。だから喧嘩はやめるでふよ。面倒でふから、ここ間を取ってみんな仲良く鼻炎風派ということで手を打ちませんでふか。鼻炎風派？時に犬のように誠実で、時に猫のように気まぐれな僕なら、どちらの派閥も大満足でふよ。それだけはないよ。さすがの死神もドラゴン戦は厳しかったようね。少し休んだ方がいいわ。全員な。次の出航準備は進めさせておく。頼むわ。ライフセット、あんたも。僕は平気。それより次こそクーマを見つけなきゃ。地脈点の場所もう一回調べてくるよ。P って結構頑固よね。また愚痴か？またって言うなよ。俺はベルベットや海賊どもに
気づきゃ荷物運べだ、あの島行ってこいだってこき使われてるんだぜ。頼られているってことじゃないのか。そうかもしんねえけどよ、連中見てるとよ、あんたのことは顔色伺って遠慮してるみたいだけど。合わないがな。ああそいつは失敬。こう見えてもお前が知らないだけで案外鉄絡みの道具を作ったり修理したりしている。居候を決め込むほど面の皮は厚くない。顔はないがな。面白いじいさんだな。若いのに使われても腹が立ったりしないのか。俺は刀のことだけを考えて生きてきた。連中のようなガキと話したのは何百年かぶりだ。じじいの俺にとっては新鮮な迷惑さだ。俺も最初はそう思って言うことを聞いてやってたんだけどよ、いい顔してたら山ほど仕事を押し付けられちまって、あんたみたいに小顔にしときゃよかったよ。顔はないがな。だからそこは真面目に聞いてくれよ。覚悟を決めろ。命を懸けて自分たちの道を進む連中と同じ船に乗ったんだろう。俺もお前も嫌ならさっさと尻尾を巻いて船を降りろ。尻尾はないがな。しすぎるなよ、ライフセット。ありがとう。けど僕がクーマを探せるかもって言い出したのに全然ダメで。ねえアイゼン、精霊の力を強くする方法ってないの？お前には教えてもいいだろう。今大半の精霊は意識を封じられて大魔師に刺激される道具と化している。だが精霊は本来人の祈りを受けて人や自然に加護をもたらす存在だった。精霊は人間に祈ってもらうとすごい力が出るってこと？そうだ。ま、中には加護が反転して不幸を与えてしまう俺のようなひねくれ者もいるがな。そうなんだ。でも僕に祈ってくれる人なんて。外れだったけど無駄じゃないわよ。対しぐれ用のオリハルコンが手に入ったし、ドラゴンとだって戦えることが分かった。ブルベット、次はどこに行けばいい？フィン。ノースガンド領、ヘラビーサの北の方に大きな地脈点があるよ。分かった。アイゼン、俺はすぐに出発でも構わんぞ。私もよ。港へ行きましょう。祈りとは崇めるという意味じゃない。精霊に向けられた純粋な意志や感情のことだ。うん、僕はもう祈りを持ってるんだね。
目的地はヘラビーサの北、フォルデス遺跡のあたりですね。今までの情報と照合すると、クーマがいる確率は高いと思います。今度こそ。ヘラビーサ港から向かうのが最善だな。前に大騒ぎを起こしたから、町に入るのは難しいかもな。ベンウィック、ヘラビーサは今どうなっている？前に俺たちのボラードだった商船組合はガタガタだよ。けど、なぜか清涼の管理も弱まってるみたいだ。救援物資を運ぶ不定の船があるみたいだから、輸送船のふりをすれば入り込めると思う。その物資を横流しすれば新しいボラードも見つかるはずだし。救援物資か。呆れた自作自演ね。だからこそつけ込む隙もある。そうね、その策で行きましょう。了解、速攻で用意するよ。エレノア、聖霊の大魔師たちは使役してる精霊に祈ったりしないよね。誓約のこととは違いますよね。誓約って自分に特別な規律を課して限界を超えた力を得る術式でしょ。ええ、簡単に言えばそういうことになりますが、人の祈りを受けて精霊は人や自然に加護をもたらす。人間に祈ってもらうと精霊は強くなるってアイゼンが教えてくれたんだ。祈りと加護、そのような話は初めて聞きました。以前の私がそうだったように、聖霊の大魔師にとって精霊は術技を使うための道具に過ぎません。やっぱりそうだよね。でも聖主カノヌシは別です。大魔師は皆聖主の大いなる力を信じ崇めています。そればかりかこの国の人々も聖主の救済を願っています。アルトリウス様の導きのもとに。あ、だからなんだ。某はカラクリに気づいたようじゃの。え？アルトリウスが聖霊を聖主教会の内部組織にしたのが、人間の意識をカノヌシに向けるためだった。人間たちがアルトリウスを英雄視したとしても、その向こうにカノヌシの存在を感じるように。世界中の人たちがカノヌシを信じて、その心が祈りが集まってるってことは、カノヌシの力は聖主教を人々が信じなくなっていたこの数百年間とは比べ物にならないほどに高まっていると。そうじゃろうの。誓約も祈りも加護も傲慢化も、この世の沙汰は心次第。心とは実に便利で難儀な魔法の力じゃ。私たちは本当に世界すべてを相手に戦いを挑もうとしているのですね。エレノア、そんなに困った顔しないで、頑張って強くなるから。僕を信じて。僕だって精霊なんだから。ライフセット、なんだか急に頼もしくなりましたね。あ、そうかな。そうやって照れるところは可愛いですけどね。どうしたの？顔が赤いわよ。え、そ
そんなことないわ。アイゼン、手紙をもらうってどんな感じ？なんとも思わん。むしろいらんな。こんなものもらっても嬉しくもなんともない。え？これは亀人からの請求書だ。どうした？お前も手紙が欲しいのか？うん、僕には手紙を送ってくれる人も手紙を送る相手もいないからね。ダイフセット、あなたにお手紙ですよ。え、本当に？誰からだろう。差出人はビエンフ？イエース、僕からでふよ。そろそろ手紙が欲しくなる頃だと思ってしたためておいたでふよ。嬉しいでふか？あ、うん、ありがとう。では僕が読んであげるでふ。ハイキー、精霊ライフィセット様、貴殿ますますご清聴のこととお喜び申し上げます。小生もおかげさまで変わらぬ日々を過ごしております。イエンフーって普段はあんなだけど本当はしっかりしてるんだな。マギルー姉さんの衣装のアイロンがけ、ボタン直し、お帽子と長靴下の手洗いが日課なのはご存知の通り。先日などマギルー姉さんに最近お腹のお肉がいささかふくよかではないかと忠告申し上げましたらば、館中軒下に逆さずりにされ、危うく星のるみになるところでございました。あまりの辛さに小生頬を伝う涙を止めることができませんでした。ビエーン。やっぱりビエン風はビエン風なんだね。というか自分のことしか書いてない上に自分で手紙を読んでますし。でもありがとうビエンフ、手紙っていいものだね。貴殿の優しさにまた泣けてきたでふよ。ビエーン。ヘラビーサへの届け物は全て積み込みました。あれだけ積めば疑う人はいないでしょうね。新しいボラードに心当たりはあるか？どこの誰ってのは分かりませんけど、最近はヘラビーサの漁師の羽振りの良さが目につきますね。漁師か。救援物資に燃料と浸水を多めに入れておけ。浸水は琥珀浸水の12年ものですよね。ヘラビーサの船乗りは琥珀浸水に目がないそうで。ダイルの情報か。抜け目ないな。情報量だと一本持ってかれましたけど、多めに見てやってください。みんななんだかんだで一目置いてるんです。2本目を持ち出したら大目玉だと伝えておけ。はい、こっそり抜かれないよう目を光らせておきます。探索船バツビオ。物資は積み込んだ。いつでもヘラビーサに行けるぜ。早いわね。働き者じゃなきゃ船乗りはやってられないからな。エレノー、どうしたのモアナ？それが母ちゃんの夢を見たんだってよ。お母さん、モアナのこと怖いって。怖いモアナはいらないって言った。お母さんはそんなこと言いませんよ。なんでエレノアにわかるの？それはわかるから、わかるんです。なんか嘘だ。泣かないでモアナ。
私は…まったく、これだから子供は…子供じゃない！ベルベットなんて嫌い！はいはい、そうね。寝てしまったわい。気が済むまで泣かすしかないのよ。理屈じゃないんだから。ずいぶん慣れてるんだな。まあね、うちのラフィーはしっかりした子だったけど、それでも小さい頃は時々こうなったから、うん、さあ今のうちに出発するわよ。殿下、ダイル、モアナを頼みます。頑張ってみる。だが裏のない子供の相手は政治より難しいよ。王子とトカゲじゃ母親の代わりにはなれないしな。また泣いていないといいけど。エレノア…いつになったらテレサ様の代わりの大魔師様が派遣されてくるんですか。近頃は町のすぐ近くまでゴーマが出て不安でたまらないんです。お察ししますが、我々は別の任務でノースガンドに来たのです。前に来た大魔師様も同じことを言って北に行ってしまった。一体北に何があるって言うんです。まさか星稜はメディサの件で私たちにも罰を与えているのですか。そのようなことは。任務がありますので失礼。大魔神が町を素通りして北へ向かっている。妙ね。サイカが来て以来何もかもおかしくなっちまった。サイカって？この町をめちゃくちゃにしたゴーマのことさ。何でも食らう腕を持った最低最悪の化け物だ。知らないんですか？サイカはここだけじゃなく王国中で暴れ回っているんですよ。姿を見て生き残った者はほとんどいないとか。へえ。サイカに船と港を焼かれたせいで商船組合は解散状態。貿易ルートもよその港に奪われちまった。貿易はこの町の生命線だったのに。町を捨てる人も増えたし、治安も悪くなってゴーマ病もひどくなっているんですよ。つい最近も小さな子供がゴーマになって。大魔師たちは何をしておるんじゃ。責任者だったテレサ様はサイカに負けて左遷されちまった。新しい大魔師様が何人も派遣されてきたが、ほとんど北にある遺跡に行っちまうんだ。やっぱりメディサがあんなバカなことをしたせいよ。メディサ？よせ、よそ者に話すことじゃない。そうね、本当にどうなっちゃうのかしら。ヘラビーサは以前のヘラビーサとはかなり状況が変わっているようですね。聞き込みをして現状を知るべきだな。そうね、特に星稜と北の遺跡、それからメディサって女の情報が欲しい。北の遺跡は地脈点かもしれないからわかるが、メディサはなんでだ。勘よ、なんか引っかかる。ふん、そういう感覚には従うべきだな。案外生死の分かれ目だったりするもんだ。サイカとやらの情報はいいのかい。結構よ、そいつの癖までもう知ってる。
ゴーマどもが暴れたせいで貿易は断ち切れてしまったが、漁を再開する者がぼちぼち増えてきとるんだよ。おじいさんも漁師なの？最近は貿易ばかりだったが、わしが子供の頃の自分には漁業の盛んな港だった。商船組合がボラードを牛耳っておったから、漁師は締め出されたようなものでね。貿易港にすることで町は発展したが、組合の連中をよく思っていない者も少なくなかったんだ。貿易も漁業も一緒にやればよかったのに。お金が絡むと途端に目の色が変わる人間というのは、いつの時代にもどこにもおって、分かっていながらそういう連中に煽られてしまうのも人間なんだよ。復興を機にみんなが考え直してくれればいいんだが、どうなることやら。エレノア様、大丈夫ですか？市民の言葉に心を痛めてないですか？大丈夫です。気遣ってくれてありがとう。あ、でも涙フーフーはいりませんからね。ではよしよし押してあげます。それも結構です。それにしてもますます荒んでしまいましたね。町は焼け落ち、商船組合は解散、清涼も事実上の撤退。まともな港として機能するのは難しいだろうな。今まで吸っておった甘い蜜を奪われ気落ちするのも仕方あるまいが、蜜同様甘ったればかりの町じゃ。甘ったれの町？エラビーサはもともと少数の人間が開いた漁村だ。資源豊かな北海での漁業だけで十分商売できる。だが縁石が発掘され楽に儲かる商売の味を覚えると、町の連中はあっさり漁業を捨てた。そのツケが回ってきたと。ですが近年の気候寒冷化のせいで北海の大半に流氷が広がって漁が難しいという報告もあります。流氷が微生物を運んだり、溶けて沈んで海水をかき混ぜたりするから漁場は豊かになるんだよ。それはそうかもしれませんが、町を荒らした俺たちが言えた義理じゃないが、楽な道に逃げて文句しか言わない連中は甘ったれだよね。ほう、言うようになったな、ライフセット。僕のお腹も甘ったれかも。それはいいさ、生きてる証拠だ。北海の巨大オオイカは今が旬だ。ベンウィックたちに頼んでおくか？うん、あと普通のタコも。サイカって僕たちのことだよね。あちこちで清涼相手に大暴れしてるからな。しかもまた次の騒ぎを起こそうとしていると来た。次のクーマを地脈点から引き剥がせばモアナの村と同じことが起きてもおかしくはない。またあの村のようなことが。サイカの次は何に昇格するんじゃろうの？笑い事ではありません。ゴーマになる人間にも汚れっていう原因はある。自業自得と言えなくもない。だがモアナみたいにカノヌシの口にされちまってるクーマがいるのなら、お前はそいつを助ければいい。それはそうですけど。あんたは気にしなくていい。結界を食らって手を下すのは私よ。